はい、というわけでございまして、ゴジラボのスタラジアです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。10月に入りまして、ゴジラマイナス1の公開まであと1ヶ月を切っております。非常に楽しみですね。で本日お話しする内容は、私サラジアとゴジラということで、実はですね、私サラジア、2016年に公開されて大ヒットしました映画シンゴジラにエキストラ出演しておりますので、その時のエピソードトークを本日は語っていきたいと思います。はい、実はサラジアですね、大学生の頃からエキストラ活動をしておりまして、エキストラ事務所に所属をしております。はい、で、まあ、数々の映画ドラマ CM などに実はちょこちょこ出てるんですけど、まあ、どうしてもその守秘義務等もあるのであんまり公に普段話すことはないんですが、まあ、シンゴジラも7年前の作品ということで、まあ、支障のない範囲で、お話できたらなと思います。はい、というわけでですね、サラジアシンゴジラのロケには合計4回行きました。はい、で分かりやすいように物語の時系列順にサラジアが出ているシーンのお話をしていきたいと思います。はい、まず最初のシーン、これはもう冒頭ですね、官邸対策室に改組する。で、画面が切り替わりまして、こちらがですね、危機管理センターオペレーションルームが映るシーンがあるんですけども、まずそのシーンにまず映ってます。はい、でこちらなんですけども、ロケ地は有明の丘基幹的広域防災拠点施設、臨海線の国際展示場のすぐ近くにある施設だったんですけども、で、まあ、200人ぐらいかな、結構大人数のロケでした。はい、で私サラジアは内閣府の衣装を着て、撮影しました。はい、で結構いろんな角度から撮ったりなんなりしてたんで、まあ、実際にそのカメラの位置とか、まあ、撮影してると意外にカメラの位置ってわからないんですけど、まあ、どこに映ってるのかっていうところも全然わからなかったんですが、でシンゴジラ見に行きまして、最初は自分が映ってるのがわからなかったんですね。だけどその、シンゴジラの公式パンフレットにそのシーンの写真が映ってまして、自分が映ってたことに気づいたんですよ。で、あ、ここに自分がいるってことは多分あのカットかなと思って、まあ、いろいろその逆説的に思い出し返して、で、まあ、シンゴジラ10回ぐらい見に行ったんですけど、まあ、3回目4回目ぐらいで、まあ、自分の、が映ってるところをですね、認識できるようになりました。はい、で結構でかく映ってたんですよ。後ろ姿が だけでしたけど、後ろ姿その後頭部から、まあ、下半身にかけて僕がその、そのちょっとカメラ前からずっと歩いていくシーンですね、トータル7秒ぐらい映ってました。はい、まあ、どうしてもその人数が多い、撮影だったんで、まあ、映ってる被写体も多いのでなかなか、見つけるのは難しいんですけども、はい、というわけでこれがまず一つ目のシーンで、二つ目のシーンが、鎌谷のシーンです。あの記者会見場、私いました。はい、あれはですね、東宝スタジオで撮影しまして、まあ、東宝スタジオの中にセットを組んで撮影したんですけど、これも結構、まあ、大人数の、撮影でして、まあ、200人ぐらいはいたのかな。はい、で、まあ、記者役ですのでみんなスーツで来まして、はい、で撮影しました。はい、で、まあ、その時の、まあ、エピソードとしましては、そうですね、鎌谷 のカットあるじゃないですか。あのカットが撮り直しが、僕が覚えてる限り多分5、6回撮り直ししてたような気がしたんですよね。はい、でなんかその大杉蓮さんもなんか納得がいかなかったみたいで、え、なんでみたいなリアクションをしてましたけど、はい、まあ、安野さんその時いらっしゃったのかよくわからないんですけども、まあ結構安野さんとかテイク40とかやるじゃないですか。はい、ものすごい数の撮り直しとかしてたんで、まあ、絵的にちょっと、合点がいかないところがあったのかなと思いつつも、ただその大杉蓮さんの役者魂を見たっていうのが、まあ、撮影ってちょくちょく休憩挟んで、撮ることが多いんですけども、でそのまあエキストラ200人ぐらいで、まあ、ワイワイガヤガヤ休憩中にしてるところで大杉蓮さんが突如現れて、周りもうたくさん人がいるんですよ。でその中でいきなり、まっすぐ前を向きながらセリフの練習を始めたんですよ。で僕それ本当間近で見てて、あ、やっぱ役者さん演者さんってすごいなーって思った記憶がありますね。はい、でそれが2シーン目で、3シーン目がですね、これははっきりとは映ってなかったんですけど、まあ、いわゆる米軍が都内でこう、ゴジラに対して攻撃を始めるから、その地下に避難してくださいって言って、まあ、地下鉄とかにわーって人がに避難するシーンあるじゃないですか。内閣総辞職ビームの前ぐらいの
ったんですけど、でそこで、まあ、最初あのシーンってその、まあ、地下街に降りてその行く階段のシーンと、その後その地下鉄の、改札とか、電車の中とかのシーンになるんですけど、実はですね、あそこ全くつながりのシーンなんですけど、ロケは全く違うところで撮ってますっていうのが、あれ最初の階段を下っていくシーンはあれ川崎駅の東口だったかなで撮りました。はい、僕それ言ってました。はい、であの時は確か、まあ、階段を、それも大人数撮影だったんですけど、みんなで階段をわーって下っていく、はい、まあ、避難するっていうところのシーンでしたね。であの時のロケはちょっと裏話がありまして、これ未公開映像に実は載ってるんですけど、避難をして、地下街にいるところにゴジラの熱線が吹き込まれて、わーってみんな爆死するっていうシーンを実は撮ったんですよ。はい、これ未公開映像に載ってます。はい、でその日のロケが夜中だったんですね。で日付が変わるぐらいから撮影始めて、で最初降りるシーンを撮って、でその後その爆死するシーン撮ったんですけど、もう夜中の多分3時頃だったと思うんですけど、その地下街でもう大の大人が200人ぐらい、あー、わー、ギャーとかやってるんですよ。いやー、本当に。うん、で、NG 出されて、ダメ出しされたりして、当日確か樋口さんいらっしゃったんですけど、はい、はい、カット、はい、もう一回やり直し、楽しそうとかって、エキストラはみんな素人なんで、本当にそういう、なんて言うんですかね、キャーとかワーとかっていうのがすごい楽しそうに聞こえちゃったりして、NG が出されたりとかして、はい。で、終わって、4時半ぐらいだったかな、最後お弁当もらって帰った記憶がありますね。で、その時のもう一つのエピソードとして、その時まだその、ゴジラの撮影っていうのは、公に、されないままで、撮影が始まってたんですよ。なので、僕ら、出るエキストラに対しても、ゴジラって言葉使わないんですね。はい。確か、エキストラ仕切るのって大体助監督なんですけど、その助監督さんが、ゴジラの代わりに使っていた名称が、モナコだったかな。そんな名称で、呼んでました。はい。で、ただ、僕、一回だけその助監督さんが、モナコじゃなくて、ゴジラがーって言っちゃったの。僕は、しっかり聞き逃しませんでしたよ。はい。はい。というわけで、これがですね、三つ目の前半で、地下街に出、逃げた後に、その、電車とか地下鉄のシーン、みんなでわーってやってるところ、あれも僕言ってまして、あのシーンが、これ、千葉のですね、矢切っていう駅なんですけど、そこで撮りました。これも夜中の撮影でしたけども、まずは、駅の構内で、こう、わーって逃げて、その改札を抜けて、ホームに降りるシーンと、次が、電車の中で、こうやって、みんなすごいぎゅうぎゅう詰めの電車とか、その駅のホームとか、で、人がぎゅうぎゅう詰めのところを、何カットか撮ったような記憶がありますね。はい。で、この時のエピソードとしては、これも夜中の撮影だったんですけども、で、いわゆるその、場所の設定的には都心の地下鉄の駅っていう設定だったんで、みんなその会社帰りのサラリーマンとかそういった感じで、スーツ姿の人がほとんどだったんですけども、でそのエキストラに来てる中で一人明らかに若い、子が一人来てまして、多分当時、17、18ぐらいだと思うんですね。多分高校生ぐらいで、でなんかちょっとでもただ柄が悪そうなんですよ。柄が悪そうでちょっと不良みたいな感じのやつが一人で来てまして、で、案の定その、待機所の近くの喫煙所でタバコとか吸ってるんですよ。でも多分本当にゴジラが好きなんでしょうね。そういうなんかその、あんまり肌から見てちょっと、近寄りがたいなっていう感じではあったんですけども、そいつ多分その、その時未成年だからスーツとかじゃなくて私服で参加してたんですけども、はい。で撮影はものすごく真剣に、はい、走ってました。を見てたんですけど、ああ、この子もすごいゴジラが好きなんだなって、思いましたね、本当に。あんなに見る感じでは、本当不良みたいで、もうゴジラなんか興味なさそうな感じに見えるような風貌なんですけども、はい。本当にゴジラが好きで、一人で、インターネットで探して応募して、参加してるんだなっていうのをね、すごく感じましてですね。なんか僕個人的にはほっこりしました。はい。
で、で、これ、で、これで合計4回ロケに行ったっていうことになりまして、まあ出てるシーンとしては、その駅のシーンはつながりだったので、まあ一つのシーン。でもそこは映ってなかったんですけど、このシーンに関しては、実はメイキング映像にですね、映ってました。はい。これ結構、アップで、アップでもないかな。こんな感じで映ってましたんで、はい。はい。というわけでですね、本日は、この私、サラジアがですね、シン・ゴジラの、はい、エキストラ出演した時のエピソードトークを語らせていただきました。はい。では、ゴジラマイナスワン、あと1ヶ月を切っております。楽しみにですね、当日を迎えられたらいいなと思ってますね。よろしくお願いします。